結構マッサージっても硬いねって言われて終わるんじゃない？はい、硬いね。だから来てるんです。だよね。じゃないと来ないよね。まあ、うちの店は1回来て痛すぎてもう嫌だっていう人か、はい、あでもこれっていう人か、2つに分かります。ああなるほど。でもなんか、はい、うん、やってる時に、はい、おって変化が分かる、はい、そうだよね。続く人は続くし、続かない人は続かないっていいと思ってますからね、僕は。でもきっと一回来たら、はい、普通のマッサージ屋には行けないよ。そう、それが願い。大体のによく来るわと思いながら朝からずっとやってるけど。ということは背中の中に溜まってたいらないのがどんどん血液の中に押し出されてるみたいなイメージ的にもね。硬い、ここ。これってね、何かって言ったら、いらないものが耳から入ってこう溜まってて、この辺に溜まるんですよ。で、これが溜まってこの辺に溜まってて、腰に降りてきたりとかするんですけれども、まあ、いわゆるストレスですよね。で、こいつが硬いと、こっちに上がったりとか、こっちに下がったりとかするんですよ。ここね。まあ、ただ人間生きてるとストレスばっかりだから。はい。ものは考えようですね。
YouTube の動画を見ていただけたんですか。はい、ほぼ。ほぼ、ありがとうございます。人によって、全然、はい、ポコペコ。あ、ポコペコ病発見。手も結構使うのかな。はい、あの教員の仕事。あ、そうなんね。立ち仕事だね。はい、いあら、増し。だいぶ増したね。ね。ね、はい、よいしょ。じゃあ首触っていきますよ。うわ。だんだんでも腰になってきている。痛いけど。そんなにだね、はい、首だね、緩んだ。